自分から仕掛けていくって感じ。シロさんはさばいていくっていう形をとってますね。対サガット戦は。自分から試合を作って動かしていく。サガットに対応させていくっていうのがハイタイさんで、セービングをとって、ゆっくりゆっくり溜めながらウルコンニで球が打てなくなってから動いていくっていうのがシロさんのスタイルだと思います。ただやっぱ、二人共通としてやっぱ、体力が下がってるんで、その兼ね合いで、難しい。サガットの体力、多いんで、うわ、やばい。そうですね。これやっぱどうですか？今棒読み切ってるんですけど、さっきとどう違います？コメントは全く読めないんですけど、試合中は。まあなんかないからまあ喋っとこうかなみたいな感じですね。ただまあちょっとこれ寂しいなっていうのもあるんやけど、一人で対戦しながら、部屋の中で一人ごと喋ってる危ないやつみたいな感じになるから、ちょっと寂しいのはあるんやけど。これ家で一人で対戦しながらブツブツ喋ってる危ないやつやん、こんなん。あかんやん。っていうのはある。それ思わへん、なんか。一人でさ、家でさ、対戦しながらさ、喋ってるとか、もう、あ、病気やんとか思うから。こうなるとやっぱちょっと無言になっちゃうから、まあね、みんなのコメントをこのし、基本的に試合中の方が時間長いから、そうそう、一人の時って何喋っていいか分からない。基本家で一人でいる時は無口やからね、それは当たり前やけど。これはちょっと勘違いせんといてほしいんが、配信中みたいにずっと喋ってるイメージあるかもしれんけど、一人でいる時にずっと喋ってるとか、そんな病気とかじゃないから、さすがに。はい、ニコニコ生放送やから、喋ってるけど、普段のゲーセンとかでも別に、そこまでなんか、ガッて喋ってたりするタイプじゃないから。それは、そう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 。それはちょっと病気やから。そうそう。そんなやつじゃない。なんか結構、ゲーセンとかやったら、結構暗いやつやな、みたいな感じに言われるから。いやいや、普段からガンガン喋ってたりしひん。ほんまに暗いやつやから。そこはちょっと分かってほしい。ログラ君とかいるときでも別にゲーセンとかやったらそんなテンション高くないよ。あれ配信やから結構あんな感じでやってるけど、あんななんかいつも変なやつやと思わんといてほしい。普通やから別に。それは、そうやで、普通に。友達とかと二人でいるときになんか、テンションじゃないからね。当たり前やけど。うわ、ほだった。それはないわ。なんでタイガー兄にせんかってやろう。今のはないわ。そうそう、別に普通の、普通っていうか、うん。テンションが常にあんな高いわけじゃないから。配信やから、配信で何も喋らんやつとかちょっとあかんやん。それやったらやらんでいいやんってなるから、そう。そう。あと結構なんか、なんでめっちゃずっと放送してんのって言われるけど、基本的に、ゲームはめっちゃしてるんですよ。だからゲームしてるときにつけとこうって思ってるだけ。だから配信がめっちゃ好きっていうよりかは、単純にゲームしてるときつけとこうって思ってるだけやから、そう。だから、配信が好きとか、好きすぎてずっと一生やってるとか、そういうのではないんだ。普段、ゲームするんやったらせっかくやからつけとこや、みたいな感じ。うん。それに関しては。結構言われるけど、ね、いや、嫌いではないけど、何持ちれが続かんっていうのがある。一人で黙ってさ、ずっとゲーム、家でしてたら結構きついから、
喋るかな、結構。でもさ、逆にさ、でも逆にさ、喋らんかったら誰も見てくれへんやろ。こんなさ、画質悪いのにさ、一言も喋らんかったらさ、結局誰も、そればっかりに関しては、トッププレイヤーはみんなそうなんちゃうかなっていうのは。楽って言われたら、いやー、どっちがいいかって言ってくれたらそっちでやるんやけど、全然別にどっちでもできるんやけど、ただなんか変な答えになるのは、やっぱコメントビューは聞いてたら、途切れちゃうんよね。全部終わってから喋りたいみたいなのがあるから、ああ、まあそうやね。なかったら結構集中してできるっていうのはあるんやけど。アホだった。それはやってないわ。切ってた方がいいかな。まあ、落ち着いた感じっていうのはあるよね。切ってるときは結構。ずっと喋ってるってわけじゃないから。まあ、要点だけ喋って、ここはこうでしたよ、みたいな。そうしようか。いやでもね、ちょっとなんか気になっちゃうよね。音量が小さくても結局頭に入っちゃったら全部き、そうやね。ガチ対戦って感じになるのは深夜になっちゃうと思うよね。みんな仕事してるから。だから、まあ、こういうね、まあ、トッププレイヤーとの対戦の時は、試合中はコメ、まあ見れる、PC が目の前にあるから、ウルコン打った時とかは見てるよ。安易だったか、今のはちょっと勝てないかな。棒読みちゃんだけ切ることできるんやけど、そうしようか、じゃあ。音量なしにしたら消えてるよね。あ、そっか、そうしようか、じゃあ。今のをもうちょい貯めるとセビニーになって、まあ、今のは当てれたから別に位置でもいいんですけど、もうちょっと早めに置くとセビニーになって対策ですね。剣に対して。まあ、あれを出すことによってノーマルジャンプしていこうって思うからそこにアパカ合わせるみたいな感じがいいと思います。地上戦は結構下中盤で、ある程度、制圧できるんで、そんな感じにしてますね。今のは前投げからのサビ飛び。してハイキャンセル弱タイガー2からの、じゃあ、ショット仕込みですね。この体力は結構危ないんで、今のはまあそうですね、時間もなかったんで、ちょっと、こっちは打たないっていうのを決めてたんで、今のはちょっと早い展開で巻き込まれましたね。結構、まあ、こっちとしては、ゲージをちょっと使いたくないラウンドでもあったから、まあ、最悪死んでもいいかなぐらいの。もうちょっと強気にぶっ放してもよかったね。2ラウンド目なんで、最終ラウンドは、まあ、結構、ゲージがあるので、早い段階から。
この体力差はちょっとあるんですけど、無理にいって、まあ、ことのペースになるよりかは、背びらしてもいいから、まあ、自分のペースで行くのが。結構リードされてもそこまで動きは変わらないんで、時間いっぱい自分の動きをやりきるっていうのが誠戦の。ただこれはちょっとね、相手飛んできそうな雰囲気あるんで、若干様子見を入れてます。そろそろか？そろそろか？そろそろか？飛ばない。そろそろか？そろそろか？そろそろやろ。飛ばんのか？よし、これで体力リードを奪ったんで、こっからはちょっと下がりたいと思いますね。下がって様子を見よう。無理をしない。EX コマ投げを食らっても死なないので、まだ無理をしない。リードをしてるけど、全然死ねるので、ウルコンだけ。まあ今のはちょっとね、反応してみろぐらいの EX ショットでしたね。結構。で、下中盤をやって飛ばしたところに、セービングを置いたり、対空を置いたりして、散らしていくっていうのが多分キャラ対策になってきますね。対誠戦では。そうですね。まあ、全対応は無理です。誠のジャンプなんで、対空穴での辺のって結構言われるんですけど、剣で手前落ちがあるので、無理に出そうとするよりかは、まあ、ほんまに自信のあるとこだけ出すっていうのが、いいと思いますね。変に出そうとして食らうよりかは、ガードした後の展開を考える方が、試合は作りやすいかな。まあもちろん、出せるに越したことはないんですけど。それがきついから、誠の飛びが強いって言われてる。これは体力がちょっと負けてるんですけど、ゲージが欲しいので、ちょっと前に行ってみたいと思います。ここは、ゲージがあるのですが、やっぱ弾を打ちづらいんで、中継を出してくるのか、これ。なるほど。構、まあ、ゲージ有利なんですけど、この状況はそんなに良くなくて、あんまりゲージをガンガン放出できないんですよね、誠戦は。だから、あんまり持っててもしゃあないっていうのがあるんで、端に詰めてるんですが、そこまでアドバンテージは取れないっていう。ワンジャンプから一発で端を脱出されるのと、かなりどっしり構えるから、シローさんは。ショットの癖を見ながら、セービングとジャンプで散らす。前です、今のは。ここは、アパカ。うわぁ、今の投げてくんのか。今のはちょっと、出すべきのアパカが出んかったな。基本的に、似たような、まあ、自己待ちになっちゃうっていうのがあります。誠戦の場合は、なんか、自己待ちでもない感じの主導権握ってる感じがするんやけど、接戦はほんま自己待ちになっちゃうから、そこがちょっと、個人的には。自己待ちになっちゃう組み合わせはやっぱきついなーって。ちょっと、人読みがされてますね。かなりもう、変えてこられてる感じやから、動きを相当、合わされてきてますね。こうなると、人読みの、キャラ対、プラスの人読みの勝負になってくるんで、ショットに飛んでいくとかは。こちらも、ちょっと人読みを入れていかないと、厳しい勝負になると思います。これは来たやろ。そういう風に使うんか。うまいです。うわ！ちょ、重なれよ、今の。今のやっちゃったな。アホだった。ショットの重ねが下手やったんで、今のはうまかった。シロさんの、今のはね、結構勝ち確っていうか、飛びから削れる体力やったんで、レンガで削って終わりやったんですけど、
ちょっと、ちょっと、ね、重ねが、うまいこといかんかった。いや、逆に言ってたんで、多分。感じなんかなっていうの。アホだったー。うわー、もう若すぎる。マジかよ今の。マジバカすぎる。何してんねん。なんであのミス、あのミスはないやろ。今のはちょっと自分のミスが2回続いたんできついですね。はい。とりあえず続けていきたいと思います。あ、誠戦はね、ほんまに、いや、やりたいけど、シローさんとやってるからね。無茶を言われても。おいしい。ワンチャンあるぞ。これはまだ、あー、さっきから同じので死んでるぞ。下ショット2連打で、下ショット2連打のところをビタで飛ばれてるっていう、同じ、ちょっとまずい死に方を2連続でしてました。今のはすごいと思うよ。いろいろ工夫してやってると思う。あの攻めばっか結構見てすごいな、すごいなってなるけど、結局相手の攻撃も攻め、あ、受けやなあかん時があるから、それに関してはほんま、難しいよ、あのゲームは。ああ、そうやね。いや、昇竜なくても暴れるキャラいるから。え、だって、ギルティとか昇竜ほとんどないやん。テスタとかも昇竜ないやん。ファーストだって昇竜ないけど暴れれるからね。全然暴れるから。守ってるとき。逆二択で暴れれるからね。その辺、エディは、やっぱり、そう、そういう意味では難しいと思うし、ギルティのエディっていうキャラは。うん。だから、結構さ、最強キャラなんでみんな使わ、いや、まあ、2K もつ、うん、2K とかやね。2K は相当強いと思う。でも、結構さ、やってない人とかやったらさ、なんで最強キャラ使わんのって思うと思うね。俺も思うねんの。なんでみんなエディ強いのに、全員がエリー使ったらいいやんって思うねんけど、それができへんねんな。そこがなかなか難しいとこやなって思う。例えばさ、マラソンとかでもさ、長距離は速いけど、短距離はあかん人とかもいるし、逆もあるやん、選手って。向き不向きはやっぱ、あると思う。長距離の選手が短距離走ってもあかんし、短距離の選手が長距離走っても無理やん。大会とかで勝つの。なんかほんまに、なんかほんまに自分に合ってるキャラで、サガットが強かったのは、ほんまにラッキーやった。自分に合ってると思ったのに、強かったから、あ、そう、ほんときね。これは来たと思ったから、絶対このゲームやり込もうって思った。勝てると思ったから、大会で。なんか。うん。それはめっちゃ思って。ソフォの時ね、キャラのコートに関しては。いや、最初ブランカとかタメキャラ強かったやん、出た頃は。なんか、タメキャラが、セビキャンとかがそこまでなかったから、最初タメキャラでガムそうやってんけど、実はサガットがなんかめっちゃ強いっていうの。アゲは別に好きじゃないよ。
俺はでも結構このキャラ、いや、ないっていうか、アストフォンの時最初って。で、まあ、サガットに関しては、それが良かったかなっていうのはありますね。ラッキーやったなって思いますね。このゲームに関しては。ファーストはめっちゃ好き。合ってると思う、自分で。結構、あと、なんか、俺はさ、結構、結構さ、ファーストに関してはさ、結構、基本的に、全キャラめっちゃ、牽制技を振るんやけど、その振り回すっていうのがファーストがめっちゃ相性良くて、だから他の人ってあんま技振らんやん。それで、マネができひんのやと思う。一生振ってるっていうのは結構強いよね、ファーストっていうのは。それが他の人が真似できひんから、最後強い、そう、自分が強いって言われたのはそこやったんかなって、ファーストの時はね、サガットはそう、あんま思わんねんけど。サガットはわからん。サガットはなんかよくわからん。ファーストの時はめっちゃ感じた、それは。ファースト使ってる時は他の人が全然、ファースト使ってるときは誰にも真似されてへんだって感じはしたけど、結構自信あったからね、ファースト使ってるときは。ああ、今のあかんね。今のは結果論や。下2発を飛ばれてたんで、絶対やらへんって決めてたのに、まあやっちゃったから、今のは結果論で当たったけど、当たったからといって次の試合から打ったら飛ばれるな、また。あれはやったあかん。難しいな、その辺は。ローズとヤンでは、キャラの、本質が全然違うからね。多分あれやと思うで。スーパーサイヤ人とさ、ローズ対ヤンって、スーパーサイヤ人とヤジロベエぐらいちゃうと思う。いや、一本ってか、いや、それぐらいのキャラさあった。いや、そんなん言ったらヤジロベエも結構強いからね。人間の中じゃ最強クラスでしょ。そう、AE やで。今じゃないよ。今じゃないで。AE の話やね、これって。え、AE の話、AE のヤンの話やろ？今は別にそんな差ないと思うよ。ローズ強いと思うし、結構。AE のヤンがそれぐらい強かったってこと。スーパーサイヤ人や、あんな。あったあった。あれ、スーパーサイヤ人やって、あんな。そうやで。ベジータに対して、ヤジロベエがいいひんだ。みんな死んでてんで、あこで。話終わっててん、あれ。ドラゴンボール。ドラゴンボール、カインやってん、あれで。ヤジロベエが地球を救ったと言っても過言ではない。だから、ヤジロベエイコール、だから、ヤジロベエイコールコシノはワン、結局、ヤジロベエイコールコシノぐらいの、いや、ヤジロベエはコシノワンチャンあるかもしれんね。話途切れるよ。棒読みちゃん聞いてるから。腰中って何？腰の。なんていうの、ほんまありがとうございます。ただ無理しない。無理はしないでほしいなっていうのはあるんですよね。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、強要とかはしてないし、ほんまに、いいかなと思った。100ポイントとかでほんまに気持ちが嬉しいんで、ありがとうございます。ほんまに。いや、18日か19日に、18日か19日までにシルバーチケット使わんと期限来ちゃうから、やろうかなって。あとね、俺19日誕生日やね。19日誕生日やね。だからなんやねんな。
19日誕生日やね。何でもいいよね、そんな。めでた。マジで？ケーキ食べる配信とか。27ですね。あ、あのね、あ、明日ね、ハイタニさんとドグラ君なら来るんですよ、予選で。配信やりたいんやけど、さすがにちょっときついやろな。ハイタニさんがね、出てくれたらいいやけど、さすがに。まあみんながハイタニさん見たいやろうけど、さすがにきついやろな。無理はできんか。いや、年下のし、ハイタニさん、ドグラくん。ハイタニくんでもいいんやけど。ハイタニくんでもいいんやけど、一応こっちが年上やから。まあ一応3付けですね。なんかあるでしょ、そういうの。年下やけど、みたいな。トークだけやったらもしかしたらハイタニさん24か5。4かな？ 4 なのか？うん。5のか。いや、呼び捨てはちょっと。でも、仲良くない人は、だから、龍吉くんとかも敬語使うからね。そこまで仲良くなかったら、例えば、どんな年下でも、敬語は使う。まあ、それが普通になってるから、別に。小学生とかに敬語使うのちょっと嫌やねんけど。梅原さんはもちろん敬語やって。ボンちゃん、ボン、いや、母親は別におかんやね。うん。うん。まあ、年齢はそんな関係ないやと思うんやね。ほんまに仲良かったら別に歳はそこまで関係なくて敬語っていうか、まあ、親しみは込めてもおかしいけど。うん。まあ、きゅ、あ、あ、俺、あ、おかんってもそ、おかんとも言わんかな。お母さん？おかんやわ、でも。おかんって言うね、普通に。いや、別にお母さんって言う時もあるけど、まあ、おかん。姉ちゃんかな。あと名前、あと姉ちゃんか名前で呼ぶ。普通に気持ち悪って言われるけど名前で呼ぶ。一番っていうのが分からへんねんな。え、姉ちゃんかな。お姉はないわ。姉ちゃんかな、やっぱ。あ、でもあんまなんか姉ちゃんがいたから妹が、マジで？俺妹欲しかった。いや、妹とかさ、かわい、あー、やっぱ妹とかいてさ、仲良くし、あー、いや、面倒見は良かったと思う。姉ちゃんは、いや、年子とか、2個とか下ぐらいの妹が欲しかったなって思う。気持ちは。いや、そういうのじゃなくて、ま、姉ちゃんがいたから、どんな感じになるんかなっていうのは気になるよね。うん。わからんけど、あー、なんか、姉ちゃん実はゲームできるからね、結構。
その辺のやつよりゲーム好きかもしれないし。マジで？双子の、どんな感じなん？双子のさ、妹がいるってどんな感じなん？双子ってさ、仲いいイメージあんねんけどさ、結構。え？あ、ゲージなかったの？あー、じゃあね、あのさ、昔さ、どうなんやろうな。いや、姉ちゃんの方がかなり綺麗やと思うで。俺んとこは。あのさ、姉ちゃんは結構綺麗やと思う。あの、お父さんにやねんね。お父さんが結構かっこよかったから。そやね、俺がお母さんにやからね、めっちゃ羨ましかったわ。うん。おかん。いやいや。お姉さん結構綺麗やと思うけどね。うん。兄弟やけど割と綺麗やと思うから、まあ、そこそこ綺麗なんちゃうかなと思いますよ。それかの、いやいやいや。姉ちゃんはね、結構ね、彼氏を募集してたっぽいから、誰か言ってあげてくれ。姉ちゃん28か9やね。2歳上やから。9か。9かな？おいしょ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。ね。そうやね。多分ね、仕事がめっちゃ多分ね。だからね、兄弟、まあでも兄弟がいてよかったかなとは思うよね。その、仲は良くないけど、まあ、言うたら。兄弟は、いたことに関してはまあ、あ、来た。え、多分ね、パチさんとゆめさんやと思う。え、ほんまに？そんなことなくない？え、なんで？兄弟いなかったら今のアレフはないから。あ、それはあるんか、でも。パッチ、ファウストのパッチさんと、多分やけど、ガイちゃんっていう、ブリジット使う人は兄弟やった気がする。多分ね。昔の話だから、間違ってたらごめん。多分そうだと思うよ。でも、良かったと思うのは、良かったと思うのは、兄弟が、多すぎてもあかんと思うね。で、3人は3人の良さがあるかもしれんけど、2人で良かったなとは思う。え、誰と誰が兄弟？孫さんとドブラ。え、そうなん？兄弟って何？ああ。Y さん、ピアノすごいらしいね。なんか趣味があるっていうの羨ましいわ。なんかできるっていうの。一個もないから、そんな。ああ。これは負けたくさい。
ゲーム以外趣味ないんよね、あんま。あ、テレビ見んのが好き。これ趣味って言わんよね。美味しい。あ、今多分セービング見てたね。お、けど、鈴木亜美がやってた、ラブレターっていうなんか、いう昼ドラがあってんけど、あれ良かったなって思う。昼ドラ界でも結構屈指やったんちゃうかな。まあ、砂時計っていう似たようなやつもあるんやけど、あ、疲れは絶対あるんやと思う。あれめっちゃ面白くなかった？俺鈴木亜美の株上がってんけど、あれで。そうそうそう、手話するやつ。え？目が見え、あ、み、み、じゃ、あれ、あ、キッズ、あれはさ、井上真央がかわ、あれはさ、井上真央が可愛すぎただけやん、言うたら。言うならばね。あれほんま鈴木亜美見直したなって思ったもん。ビート、キッズ王は井上真央が可愛かっただけやんか、あんな。面白かったけどね、でも。あ、いや、オレンジデイズもめっちゃ、そうそう。キッズ王もいいよね。キッズ王やろ？あれはおもろいよね。あ、いや、ほんまにね、砂時計とら、あとね、ボタンとバラとかも結構好きやった。今のはうまいな。多分生。のさ、ボタンとバラで何が良かったってさ、小沢マジのさ、あの悪役が良くなかった？あれをさ、熱演できるのはすごいと思うね。言うたら。結構さ、いじめられてる子、側の、いじめられてる側のさ、かわいそうやなって見えるんだけどさ、あのいじめてる、あの、小沢マジのいじめてる役がすごかったと思うね、あれは。あれで、なんか、ドラマがよりおもろになったんかなっていう。死んだわ、俺。俺は死んだよ。お、美味しい。あー、死んだ。さすがに死んだ。いや、まだいけるわ。あー、ラブレター語れるよ。めっちゃ好きやから。ちなみに DVD ボックス持ってるからね。いや。うん、めっちゃ好きやね。鈴木亜美見直したわ。今どうなんやろ？見て、しん、いや、俺ほんまに、ファン、ああ、そうだった。ちょっと勝負を。チェストで削りに来るかなと思ったんで。真珠夫人か。いや、マジでラブレターか、砂時計ってやつもいいんやけど、どっちか。じゃあ、あれしかも、本のタイトル何やったかな？猿となんとかとかじゃなかった？大悟がなんか猿で。あ、そうかそうかそうか。それまたちゃうか。昼ドラはね、ほんまにポテンシャル高いからね、バカにできひんよ。ちょ、雛形あきこのさ、最高傑作はさ、何？包丁持って暴れるやつあったやん。90年代のやつで、雛形あきこが不倫相手役で、なんか人、ストーカー、あれめっちゃおもろかってんけど。じゃ、え、あれめっちゃ、いや、ストーカーみたいなやつ、あれめっちゃおもろなかった？そう、あれほんまおもろかった。そう。あれほんまおもろかってんけど。俺の中で結構上位のドラマ。あれおもろなかった？あれおもろかったよね。なんか昔のドラマ、そう、修二さん、修二さん。あと、
あとさ、面白かったと思ったんが、誰、あっとね、うわー、やっちゃった。アホだった、今のは。今のはない。今のはない。覚えてる。俺結構、あれおもろかったよね。透明人間覚えてるわ。これは使うやろ、さすがに。ここはあえて打たない。打ったらよかった。打ったらよかった。うわー、それ知ってる。それ知ってる。あ、参加ありがとうございます。ぶっ壊した。いや、でもドラマって結構さ、昔のさ、